編。お食事中悪いんだけどさ、これもらってくからバイバイ。うわあ、先祖代々の宝玉が何をポケットしておる。さっさと変身して追いかけんか。幕末の慶応時代を舞台にしたコミカルアクションゲームがセガサターンに登場。ゲームは横スクロール方式のアクションゲーム。あの宝玉はもともとは私たち邪馬台国のものなんだよね。全5ステージに及ぶ奇想天外なステージを舞台に6つの宝玉を探す冒険の旅をする。ステージには破天荒なトラップが数多く出現。中にはシューティングのステージや遊園地を舞台にしたステージも登場する。主人公のランミの声はあの菅野美穂ちゃんが担当。スタジオピエロのクオリティの高いアニメーションとともにポップで楽しいコミカルアクションとなっている。エリアの途中からの継続プレイも可能となった慶応遊撃隊活劇編は5800円で5月17日発売予定です。